プロコンプソグナトゥスは小型の獣脚類の一族。山畳機行機のノリアン機に生息していた。1909年の春、バーデンビュルテンベルク州北部のストレンベルに位置する採石場、ワイズ・スタイン・ブラッチにおいて保存状態の悪い部分的な骨格が見つかった。採石場の所有者、アルベルト・バーは、これをエーベル・ハルト・フロス教授に送った。 1911年10月9日、フロスは講義の中で、これをハローパスセレリマスの名で、鳥類の起源につながる化石として紹介したが、正式な命名はこれより、後の1913年で、この標本は、プロコンサーグナサズトライシカスと命名された。俗名は、コンプソグナトゥスの祖先を意味する。だが、その後の研究では、 本属とコンプソグナトゥスは特に禁煙ではないと考えられている。種小名は三畳紀のを意味する。コイパーの首都瓶左岸から産出する。ホロタイプの SMNS12591 は三つの左岸から構成されている。一つ目は7センチメートル程度で粉砕された頭骨と下顎を含む。二つ目と三つ目は29個の椎骨、肋骨、 肩体を含む一本の前肢、一個の腸骨、一体の恥骨と後足からなる五体部の化石である。これらは生体のものである。1921年、フリードリヒホンフエネは元産地より産出した二つの標本を本種のものであるとした。フロスは全長を7 5トル程度と予測したが、現在では1メートルほどとされている。2010年、 グレゴリー・エス・ポールは体重を1ラム程度と推定した。二足歩行で長い後足と短い前足を持ち、手には鍵爪があった。糞は細長く、顎には細かい歯があった。尾は頑丈であった。乾燥した内陸部に生息し、昆虫やトカゲなどの小動物を食べていたと考えられている。二足歩行の小型肉食動物であることは間違いないが、 保存状態がかなり悪いため正確な分類は困難である。フロスはこの化石を恐竜であるとした。今日ではあまり使用されないが、1923年、フランツのプシャにより、プロコンプソグナトゥスアカ、プロコンサーグナサイニーが、1929年、フォンフエネによりプロコンプソグナトゥスカ、プロコンサーグナサイディが建てられている。百三十二年、フォンフエネは、本種は、 恐竜ではなく偽ワニ類であるとした。その後、本種は重脚類であると考えられてきたが、本フ,フエネの標本に関しては、様々な論争が起こっている。1982年、ジョン・オストロムは、SMNS12352 と SMNS12352A は、別種の化石であると主張した。1992年、ポール・セレノと、 ルパートワイルドは、ホロタイプの後体部は、コエロフィシスカのセニサウルス、頭骨とフォンフエネの標本はワニガタ類のサルトポスクシタのものであると主張した。だが1993年、ソングカーチャタージーは、頭骨を詳細に調べ、ワニガタ類のものではないと反論した。オリバー・ラウジュット・アンド・アクセル・ハンガー・ブーラーでは、椎骨の形状からすると、コエロフィシスカまたは、 ケラトサウルス類に属するとしている。カラーのエトールでは、セギサウルスと本種は近縁で、共に、コエルフィシスカの恐竜であるとされている。2004年、デビッド・アレンは本種を原始的な鳥イ類であると考えた。2006年と2008年、ファビアン・ノールは、s m n s 三百五十二はワニガタ類、s m n s 三百五十二 a は、ワニガタ類か、 他の規定的な種類類であるとした。また、SMNS12591 の5体部はコエロフィシス科であるが、頭部はテタヌラ類の規定あたりに位置する種のものであるとした。2012年、ノールは CT スキャンによって、SMNS12352 がワニ型類であることを再確認したが、サルトポスクスのものとは異なると結論した。原作版。 ジュラシック・パークでは、コンピスと呼ばれ、催眠性の毒を持つ恐竜として描かれていた。だが、本種が毒を持っていたという証拠はない。ありがとうございます。